あ、昨日行ったたら汁栄食堂並んでるね、並んでるね、大人気だね。はい、富山県さよなら、楽しかった、美味しかった。じゃあこれから我がふるさと新潟県に戻ります。羽ばたけよスワンダイバー。着きましたね、マリンドリームのうカニ屋横丁鮮魚センター。今これさ、俺思ったんだけど、みんなほらああやって食ってんじゃん、うん、食えんだね。俺持って帰ろうかなと思ったけど、うん、あ、持っても帰れるよ。おお、ここ1,000円、1,500円、2,000円、3,000円、4,000円。なるほど、うん、で例えばさ3つ買ったらさ、うん、負けてくれる、うん、おまけもつくよ。本気、うん、うち俺と弟とお母なんだけども、うん、3つ売り上げで買うと、うん、どのぐらいになる、はい新潟まで帰る。あ、阿賀野市。阿賀野市。結構長いね。で、高田も寄ってくっけ。あ、そう。クーラーボックス持ってきてる。あ、持ってきてねえわ。箱入れていくかね。そうすると大丈夫だ。箱入れていけば全然平気よ。オッケー。あ、じゃあそうすかな、俺。うん。うん。そうしようじゃあ。うん。で、いくらのにする。ああ、でもそんでこねばできるの。うん。これ何？これ1000円？これ1000円。うん。これ1500円。1500円で？で、2000円。2000円。3つ5000円にしておまけ作ってやるかね。そうすればいいの、うん、いいじゃあそうしよっか、はい、じゃあ消費税と箱代別にかかるのがいい、はいはい、商売上手だわ、はい、あ、ありがとうね俺まさか1万10件買うなんて思わなかったもんね、ま、回していいって。こういうのさ、うん、普通言わないんだよね。言わないと勝手に言わない。みんなでしょ。まあここも、もう観光地になってるからねそうだよね、言わぬで。今みんなそうだよね、今の時代ね。はい、じゃあ3つに。はいはいはい、はい、すいません。おまけは、おまけは、はいよ、よいしょ。ほら、ありがとう。ほら、もう1本。うわ、ありがとうね、はい、ありがとうね、はい、食べた、うん、ありがとう。すごいわ、2000円のが3倍。で、5000円にしてもろて、で、またカニ2杯サービスしてもらってね、はあ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます上手なんだわ、母ちゃん。5,700円、まあ、でもいい買い物したんじゃないですか。母ちゃん上手なんだ。はい、上越市まで来ました。旅の最終地点は今もう見頃を迎えている高田公園のね、お花桜を見に行きましょうか。観桜会今やってますからね。でその前に、町田醤油味噌醸造所っていう、まあ、美味しい美味しいね、まあ、味噌屋さん醤油屋さんがあるんですけど、そこの和歌がですね、私のラジオのリスナーだということで、ちょっとあのサプライズでこれステッカーをねあげようかなって思ってます。去年ねちょっと商品もらっちゃったんですよ。なのでまあお返しですね。うん、まあ、サプライズって言いましたけど、さっきちょっと DM で連絡したんですけどね、もうちょっとだと思うんですけどね。あ、町田醤油味噌醸造所、かっこいい。初めて来た。かっこいい。あ、どうも、どうも、来ちゃいました。はい、ありがとうございます。お店ここなんですね。そうですね。結構コンパクトなんですね。そうです、お店で言うとね。はい、インタビュー。あ、すいません、 NSP です。すいません、ね、はい、すいませんね、お母さんね。これ言おうと思ってたんですよ、 DM で。これチャーハンに回って書いてるじゃないですか、はい、これチャーハンに入れてみたんですよ。めちゃくちゃうまくて、ありがとうございます。
お一人で使うんですか。お刺身とか餃子とか。そうそう、いやだから餃子もうまいし、ほら普通にチャーハンとか作ってると、まあまあ、まあ、普通の味美味しいけど、でもこれ入れることによってピリッとしたこの醤油もいいからね、最高に良かった。はい、はい、おかげさまで。まさかの3人しゃべりになりましたけど、いやいや全然ありがとうございます。いやいや全然、あのこれ僕ゴズキャンプ、はい、これレアバージョンなんですよ。せーのとパグローがいる、はい、ちょっとちっちゃめのステッカーなんですけど、ぜひこれほとんどもう売り切れてて売ってないんで、これぜひ上越にゴズの魂をですね残していきますんで。じゃあ1枚ここに貼って。なんで貼ってくれるの。違う違う、もうなんか店に、ね、お願いしますよ。いや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 、誰もでこれ貼ったとこに、はい、ちゃんとどっか貼っててください、ね、見えたのに。いやいや、ありがとうございました。本当にありがとうございます。今観光会もう今真っ盛りですよね。そうですね。じゃあそこ最後寄って阿賀野に帰りますわ。ありがとうございます。本当に。はい、高田城址公園にやってまいりました。この日はですね平日の夕方だったんですけども、すでに人いっぱいいましたね。あ、桜が満開に咲いておりますね。こちら桜ロード、僕一番好きなロード道なんですけどもね、これ桜のトンネルをね抜けることができるんですよね。綺麗でしょう。桜ロードをね抜けたところにございますのがこのしだれ桜。しだれてますね。これも好きなんですよね。ライトアップされるとさらに綺麗なんですけどね。高田城の三重櫓がそびえ立ってますよ。このお堀でね手漕ぎボートできるんですけどね、僕一人なんで恥ずかしいんでやらなかったですけどね。出店もねものすごい数でしたよ。やっぱり学生が多かったですね。よし、せっかく上越市に来たんだから、やっぱり最後はあのラーメン屋に。